写真学第23課仏寺凱旋門賞10月3日パリロンシャン競馬場芝 2400m に参戦するクロノジェネシスメス5歳藤隆同日に自身の新たに本名を生むことが決まったオイシンマーフィー騎手日本語でクロノジェネシスと共に凱旋門賞へ挑戦できることとなり非常に楽しみです。日本のためにベストを尽くしますとツイートした。さらに従来の主戦で怪我により休養中の北村智和騎手に向けてまた北村智和騎手の復帰を心から願っています。時々出てた。